では3日目でございます。3日目ですね。カエが釣りたいんです。カエがね、はい、いや難しいんですよ。その数がそんなにいる魚じゃないんでね。だから、なかなか場所によっては本当にこういない日だったり入ってきてない日だったりするので確率が低いのは100も生じで、沖縄の人はほとんどこうやっぱ夜釣りがメインなんですよね。夜釣りだから仕事終わってとか用事が済んで夜長くやる人もいればちょっともう2時間ぐらいだけとかそういう釣りなんで、やっぱ夜の方が確率が高いし、でもね夜やるとさ、うん、本当に分かんないやん。もう分かんないですね。真っ暗でさ、映像としては声だけ聞こえるみたいな来たーみたいなで次映ったら魚持ってこう、うん、やれましたみたいな。ちょっとねカエのこう強さとか難しさもちょっと伝わらないんで、厳しいの承知で今日もデイゲームをやりたいと思います。今朝の満潮から下げてるところで、あと夕方に今日もう一回こう潮が上がるタイミングがあるんで、夕方よりもちょっと遅れ気味かな。もう日暮れ過ぎぐらいが満潮か。どっかのタイミングでこう狙えたらなと思って、昼間は休憩してやりましょう。はい、お願いします。ちょっとガチでいきますよ。はい、デレレデレレデレレレレレってなっとんじゃん今。そうそうそうスタートタックルはピースマスター遠投 M0 当たり G5 これでいくわ。テンションが上がるときと上がらんときがあるな。これなんやろな、これ不思議と。まあまあそういうことやろな、あいつらに先行かれるわな、当然ですね。下まで見えてるだけにね、挿絵も見えるし、違う魚が俺の挿絵を取っていく姿も全部見えるから。残るやんけ。わ、取られてないぞ今の。あれだけ小魚がいて。ちっちゃいカエ。釣りてえな。釣りたいな。20センチ、25センチぐらいかな。お前ちゃう、お前ちゃう。難しい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 。ちょっと集中したん。なあ、つ、そんな頑張って仕事したの久しぶりに見るわ。ちょっと待ってください。言うていただけやん。釣果がないからこう喋りでこうフォローしようかな思って、練り絵が溶けすぎて手にひっついて、これうわっ
冗談冗談沖縄楽しいね。あ、それ沖縄じゃなくてもできるか。どうなんか。これ誰？これ誰や？これ誰や？可愛いけど。え？キュン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 なってるで。本日一匹目。なんか動きが怪しいぞ。でんでんでん。おい、一瞬可愛いかと思った。可愛い可愛いかと思った。アイゴですね、アイゴ。まあいいじゃないですか、うん、いいじゃないですかね。よし、魚が釣れるのはいいこと。もしかしたらもしかするかもよ。まあ浮き下をちょうどね、中層ぐらいに設定してるんですよ、水深に対して。それで重り打つか大きめの餌、重ための餌をつけることでゆっくりだけ下に入れていくような、今餌取られてるわ。そんな釣り方でホール中を狙うか、もしくは落ちきってからでもいいんで、落ちてるやつをこう拾ってるんですよね。食べ方を見てたら上には浮いてこないんで。あ、俺分かったかも。お腹の時もよう喋ってるやろ、独り言言うてるやろ、はい、ああ今の音か。そういう釣り好きなんやな多分。ちょっとこの手強いややこしい感じの、ついつい、ああ今、いやちょっと待てよあとか、そういう言葉が漏れる釣りが好きなんやわ多分。なんか俺好きな釣りってそんなばっかりやわ。うわ、これ違うな、引きの質が違うわ。貝じゃないと思う。引くけど貝じゃないやろ。よし、でもいいぞ。強いやつ。貝やったらもっと早いはずやから。いや十分いい魚ですよ。でもやったね。いい魚かけるの苦労したんでね。おーしゃー、おー、なんちゃらなんちゃらや。これなんちゃらなんちゃらや。うちわみたいな形と。サンキュー、そうちゃん。おい、お、もうスタミナないわ。ほら、貝もっとしつこいもん。うわ、やった、でもやったやった。おお、 A サイズやん。ほら、ここに1個だけ、ほら。うわー、たー、やった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 デイゲーム、面白い形。いいですね。ああ、いいですね。これいいでしょ。はい、俺はいいとこかかってるもんね。これは誰や？ヒゲないんですよね。ヒゲな、あ、ヒゲあります。ありますか？アジアヒメジの仲間です。仲間ですね。ヒゲくっついてました。ヒゲあります。
これは違うか違うか、いい魚には違いないぞ。おお、黒い点々が、斑点がありますよ。大きな。あーしゃーしゃーし。おおおお、ありがとう。笛吹きっぽいやつねえ。やった、よしこい。よーし、うわーし、カエではありませんが、いいですよ、嬉しいですよ。おお、正式な名前は分かりませんが、わー、かっこいい模様が出るな、ゼブラな感じのなあ、点々がありながらこう、すごい迷彩柄の。お世話になります、宮古です。はい、お疲れ。帰りの飛行機がちょっとギリギリで、ちょっとエンディングが取れなくて。どうやって、ほんと申し訳なかったです。いや、てかめっちゃゆっくりあのソーキそば食ったよな。お前、俺帰る時間知らんしやな、詳しく。いやいや、もう全然時間ぎ取りあるんやと思って、お前。あの、那覇のパーラー徳ちゃんですね。そうやそうや、あのパーラー徳ちゃん前にポイントがあるとこや。そうですね、はい、でその締めのエンディングのコメントをいただきたくて今お電話させていただいたんですけども、大丈夫ですかね。ちょっと待てよ、あの、はい、今もしかして収録してる。気づきました、そうなんです。お前前もって言えよ。お前すいません。ほら、はい、宮古くん、はい、回してますよね、今多分ちゃんと僕の後ろにカメラがちゃんとセッティングされてます。お前たちも、いやいや今ね、はい、いやいや、もうあの回ってるって聞いて言葉があの綺麗になるけどやな、はい、数ヶ月前のオフやねん今日。オフ、すいません、オフですよ。いやお盆もなかったからやな、お盆休みも。そうですよね、お忙しいですもんね、もちろん。ふとそういうタイミングで電話してくるな、お前ら、ほんま腹立つわ。ごめんなさい。いやでも沖縄久しぶりやったな。5年ぶりとかでしたね。ああ、そんなもん5年かな、6年やと思うんで、たぶん第1回目の沖縄ショーに行った時やから。ああ、日本って国でさ、はい、沖縄だけなんやって、あの対象魚が違うっていう。うん、あ、そう、グルクンもいるし、その、うん、1の字、2の字、3の字とか、なんかカエとかさ、もちろん内地にいる魚もいっぱいおるけど、なんかみんな何食っても喜んでるしさ、うん、あの空気俺大好きで、で今回もいろんな魚釣らせてもらったけどやな。なんかそのいつもなんかターゲット決めて追っかけてるだけにみんなが集まってくれて、うん、楽しいな、ああいうのは。いや、ほっこりしたよ、ほっこり。もちろん各地その土地に根付いてるもんがあって、どこ行っても楽しいんやけど、はい、ちょっとあんまり味わえない空気感があるな、沖縄には、うんうんうん、またチャレンジしたいですね、次回の川へ。そうなんや、ね、俺夏場しかほとんど行ってないからさ、うん、いつか例えば4月とか5月とか、うん、水入りする前に行きたいな、一回結構いろいろその4月5月に釣れる魚とか追ってみたいけどな、冬場もいいけど、うん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 、いつか。そうですね、うん、あで今回だってほらリクエストたくさんくれたから実現しましたやろ。はい、その最後俺が多分言いたくてるな。あのみんなに感謝だよ、沖縄の人に。そうですね、いろんな方に今回は都内でお世話になったし、お世話になりましたしね、うん、たくさんのリクエストもらったからさ、うん、また行きます。またリクエストお願いします。ありがとうございます。OK、終わり。ちょっと待ってね、一応、
そうなんですけど、最後にまた次回のカードがあります。また電話かい。はい、すいません。何2枚3枚、今回は3枚にしております。誰かが依頼をくれたとこや。はい、もう先にもう場所を言ってもいいですかね。候補として。おーおーおー、いいよいいよ、それいいね、それいいね。何、どこ。まず一つが山口県。おお、山口ね、はい、ああいいね。山口は、双生島っていうとこと。おお、はい、双生か、長らく行ってないな。平田さんにそこに立ってほしいっていうリクエストがまず。ああ、ありがとうございます。何件か来ておりますね。はい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 、はい、2枚目が島根です。お、隣やん。そうです、平田さんに青物を狙ってほしいと。わあ、秋の平正かな、それ。そうですね、そっちのリクエストが来てますね。はい、もう一個は平原さんの地元です。え、京都です。はい、むしろ初めて釣り急いに行った場所にも行ってほしいと。俺のデビュー戦の人か。そうです、そこを見たいと。あ、まあ、なるほど。それマニアックなファンやな、それかなり。俺京都も年に1回とか2回しか急いでしてないからな。もうみんなのさあ、どこですか。3枚やろ、じゃあ。はい、そうです。真ん中。あ、もう早いですね、もう。いやいや、悩む人ない。あ、分かりました。いいですね、真ん中でいいですね。分かりました、じゃあ行きます。でーだん、山口県です。うわー、いやー、ちょっと待ってよ。山口とか双生か。そうですね、双生の方ですね。おー、うん、やった、久しぶり。いつ行く。そうですね、ちょっとそこ、ちょっとまた調整してお電話していいですかね。9月とか10月。そうですね、9月、10月。結構、まあまあ、どこ行っても行くショートも山口も、多分。そうですね、夏やな、まだな。まだ気温が下がってるか下がってないか、水温ですね。あ、まあまあいいや、行きましょう。わかりました。山口行きましょう。はい、ではちょっとまたよろしくお願いいたします。 OK、はい、じゃあオフなんで飲みます。あ、お疲れ様でした。すいません、わざわざ休みなんか本当申し訳なかったです。早く帰ってください、もう。はい、では失礼いたします。お疲れ。はい、失礼します。はいはい、はい。